今日はレンタカーを借りていちご狩りに行ってきます。今日のいちご狩りなんですが、これは一昨日ぐらいに突然ユサクがいちご狩りに行きたいと言い始めて、ちょっと急遽レンタカーを予約して、いちご狩りを予約して行くみたいな感じです。両雄パンがありました。これは工場かな、このねえスタバがあったので行きます。ミックスストロベリーフラペチーノ一つで。はい、かしこまりました。そうです。ごめんなさい、取りやすいものです。お願いします。ありがとうございます。じゃーん、スタバのいちごフラペチーノです。今からいちご狩りに行くのに、どうしてもユサクが飲みたいらしいので買ってきました。はい、どうぞ。いただきます。はい。これはユサクのお母様から母の日のお返しということでいただいたスタバのドリンクチケットです。うん、お味はどうですか？うん、美味しい。美味しい。でも果物のやつの方が好き。あ、本物のってことですか？うん、あ、そりゃそうだ。だからそれを食べに行くぞ。なんで事前にいちごフラペチーノ頼んだの？いいでしょ別に。謎いんだけど。今日はいちごデーで、あ、今日5月15日だ。いちごじゃん。やば。はい。では一応私も飲んでみます。ジャム食べてる感じ。福岡に来てからあまおうのいちご狩りをやりたいっていうのをずっと思ってたので、なんか今回こうやって実現してすごく嬉しいです。5月だからさ、ギリギリだよね。なんか調べたらもうほんと今週で終わりみたいな感じだったので、ちょっと急遽いちご狩りを予約して行くみたいな感じです。では今からいちご狩りに行ってきます。イエーイ、楽しみ。楽しみやね。今日の日記にもいちご狩り楽しみって書いた。あ、どうも。ね。剣を持って。まずはあまおうから食べます。レッツトライ。チョッキン。こういう感じ。おー、いいですね。いいよ。そして、食べていい？いいよ、もちろん。うん。うん。美味しい。美味しい。うん。わ、待って。ハチさん。わ、わ、ハチさんがいる。ゆうちゃん、でかいハチがいる。いやー。ちょっと待って、どうしたらいい？動かなければ。蜂どっか行った？あっちだ。蜂に怯えてる。全然いっぱいあるね。な、こうだね。うん、大きい。これこそアマオじゃない？わ、これめっちゃ美味しい。やば、美味しいベリー。キン、綺麗。ちゃんと甘ごとの違いが分かるかだよね。うん、どう？分かる。うん、違うって言われたら違うけど、まあいちごだから美味しい。甘ごとの違いはありますか？ぶっちゃけ分からん。あんまり分かんない。なんか大して差はないっていうかさ。そうだね。うん、なんかこっちのが身がしっかりしてるよね。美味しいベリーさんの方が。そう。もう一個。いちご。いちご。そしていちご。なんという幸せな。いちごの楽園。綺麗ないちごです。まあ、ここ多いんだよ。
右からあまおう、もう一個おいしいベリー香りのです。これを食べ比べてみたいと思います。まずこれが、これがあまおう、次もう一個食べたくなるからかな。そうじゃん、これ美味しかったよ。あまおうの方が美味しいな。次、美味しいベリー。美味しいベリー。最後、香りの。香りの。これなんかでかいな。どれが美味しかった？あまおう。うん。いや、ちまあまおうかもう一個かな。二つ似てるよ。うん。あ、美味しい。あまおうはやっぱり美味しくって人気なので、全然なんか残ってません。あまおう面白い。はい、面白い。何が面白いですか？あまおう一番うまい。よかったね、福岡県に来て。うん、本当に美味しい。なんか何違うんだろう、こんな。なんだろうね。めちゃくちゃいっぱい食べてます。そう。もう多分ね、40個ぐらい食べた。そりゃそうでしょ。もっとかな。もっとでしょ。目標は100個。なんかタップタップだよ。まず時間がもうなくなってきてる。そうだね。頑張ろう。はいよ。うん。美味しいか？うん。いちご狩りに行ってきました。バフバフ。結局食べた数は88個と60個。お、結構食べたよね。結構食べた。多分元は取れたと思います、うん、今回はなんかジャランのクーポンも使えて2人で2200円でいちご狩りができたので、すごく何お得ないちご狩りだったかなって思います。そうね、1100円で88個食べれてるから、うんうん、いい感じやね。いい感じやね。私も1100円で60個食べてるから、まあ、相当お得と思う。楽しかったです、はい、続いて、はい、朝倉市の観光名所を巡っていきたいと思います。お、まずは三連水車へ。朝倉郡とさ朝倉市の違いがよく分かる。分かる分かる分かる。しかもさ近いっていうかさ隣だよね。なんでさ同じ名前にしたんだろうね。ね、これさ田園風景ですかね。あ、これ？これ。なんか道の駅みたい。これが三連水車の里、自然が広がってます。なんか公園があるね。ね、なんかね、この公園にも水車があるっぽいんだよな。まず一つ目、完成元年って1台じゃん。そうだよ、だから古いんだよ。あ、本当だ、なんか一般ね。え、なにこれ、趣があるっしょ。すごい。え、木製なの？じゃないの？木製じゃないんだ、なんか鋼で書いてある。あ、これは違うか。三連水車、これは何だろう。本当はね、6月中旬からじゃないと動かないらしいんだよね。そんなことある？どうやって作ったんだろうね。ね、ゆるゆる切ることができる。
すごいね、博多から車で1時間でこんなとても自然いっぱいの場所、いい感じの場所がありました。後ろに見えるのは水晶です。冷えてても美味しいっていうのはすごいみたいな。今回も変わらず間違いない。マッシュラうまっ、うん、では今から道の駅原鶴に向かいたいと思います。顔怖くねそれ。ちなのあれどういうこと。原鶴温泉の入り口、温泉の入り口わかんないけどこれなんか入り口っぽい。あ、昇竜大観音のお、文字が見えました。後で行くね。目的地ここから入るのかな。ルート案内を終了します。はい、マサロ原鶴。わ、なんか大きいね、ここね。いい匂いだね。やっぱもつで正解だ。もつ鍋うどん。うわ、うまそう。タケノコいこうか。タケノコ。ごぼうじゃなくてね、今回タケノコにしました。季節。タケノコ今季節なんだ。暑くない？大丈夫？うん。うん、味美味しい。ただ熱々ってだけ。うん、プリプリザイモン。うるさ。どうすか、もつ。うま。これはうまい。マジ？これにしてよかった。かわいい。麩が入ってます。うん。熱々です。はい、ちょっとうどんとキャベツから食べよう。うん。うんうん。美味しい。醤油味のもつ鍋でよく煮込まれてて美味しい。そう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 。ではその脳天届けるもつ。プリ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 さんどうぞ。うんうん、うん、美味しくない。なんか天神ホルモンでさ食べた時みたいなさ、これ何なんだろうね。これマルチョウなのかな。なんかよくある、うん、美味しい。チップです。この原鶴っていうところは柿が有名らしいんですが、季節的に柿がなかったのでせめてものということでこの柿チップを買ってみました。100円。なのでこれを食べたいと思います。はい、ドライフルーツみたいな、うん、なんかチップみたいな感じじゃなくて柔らかいからさ、あ、なんかドライフルーツみたいな感じよねこれ。うん、パリッとかじゃないんだ、うん。確かに。わあ、なんか迷い込んだ感あるよねこれ。ねえだろまだ。ジブリみたい。知らない。まもなく目的地付近。わあ、いらっしゃった。わあ。
ここは多分絶景を見れると思う。絶景を見れる。そう。あ、鯉が。大量の鯉が。え、鯉めっちゃいる。待って待って待って。鯉めっちゃいる。そう、なんか立派な鯉やな。お、右側ご覧ください。とてもとても立派な。ちょっとなんか綺麗な鯉が。めちゃめちゃおらん。うん。私こんなにいるの初めて見たかも。ということで最後に南の里に行ってきます。レッツゴー。これは何、なんであんな山の中に、山の中なのか、あれな、なんだあれ、分かんない。今筑前町というところに入りました。景色は変わりません。南の里、南の帝王みたいだね、なんか。袋が乗ってる。この子たち全然立たんね。いいよ。この尻尾を一つと、あとこのゴリカラ棒を一本お願いします。豚の尻尾です。初めて食べる、マジで。ちょっと縦でも取っといて。じゃあね、尻尾が美味しいか分かんないからね、安定の唐揚げを。はい、てれー、美味しそう。これ私たちが2人だから2つ。違うよ、なわけないでしょ。そうだよ。いただきます。うん、あ、美味しい。うまっ。なんか小麦粉と卵不使用って書いてあったね。唐揚げだよね、これね。何もつけないで食べる。まあそうだね。手で食べるって。うん。ああ。焼き尻尾っていうのもあってね、それもすごい興味があったんだけど、売ってなかったっぽくて、もう夜だ、夜で夕方だから。うわ、どう？南国？みたいな。味は美味しい。わかんない。なんかの味がする。周りは食べれないのかな。でも尻尾もさ、一応さ、骨。うん。周りを食べるんかね、豚足みたいに。豚足だなこれ。そうだね。豚足に似てる。うん。猫毛。お、高い。風に吹かれて髪の毛がぐしゃぐしゃです。食べ方が分かりました。上から食べたらいいんだ。そう、そっちから行く。豚足に近いね。尻尾を頬張っております。豚の尻尾を食べている。
マリアンヌさん美味しいか。美味しいよね。でもなんかトムソクに本当に似てるよね。そういうのが食べれる人は美味しいと思う。うん、うましでしたね。はい、美味しい。お酒に合う。僕は好きです、うん、ありがとう南の里さようなら。なんか晴れてきたな。最高でした。あれ食べれる経験なかなかできないから、ね。そうだね。売ってんの初めて見たね。初体験ができたっていうのはやっぱでかいし、ね、うん。ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。え？わ、これ伝わるかな。めちゃくちゃ近いんだけど。やばいね。やばくない？ちょっと待って、これ伝わる？わかる？この近さやばいよ、もうわあスレスレだ、もうぶつかりそうじゃん。